ディーブ・シュレイバーはアメリカ合衆国の俳優。なお、ディーブの発音は d、e、v l i v シュレイバーはドイツ語読みで、シュライバーと本人は発音している。俳優のパブロ・シュレイバーは母親違いの弟。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。父親のテル・シュライバーはプロテスタントの俳優。母親のヘザーは祖父の代にウクライナから移民したユダヤ系の画家。 父方からは、オーストリア、スイス、アイルランド、スコットランドの血を引き、母方からは、ポーランド、ウクライナ、ドイツからのアシュケナジムユダヤ人の血を引いている。俳優のパブロ・シュレイバーは、イボテー。1歳の時に、カナダに移るが、4歳の時に、両親は離婚。母親と共に、ニューヨークに移り、そこで育つ。父親によると、母親は、 サンフランシスコ時代から LSD の影響で入退院を繰り返していたため、措置入院をさせようとしたところ、息子のリーブを連れて家を出てしまい、離婚の際には親権を争ったという。母親は給湯設備のないローアーイーストサイドのアンアパートでタクシードライバーやハリコ人形作りなどでリーブを育てた。12歳の時にはコネチカット州にあった。 インドの宗教家のヨガビルに短期間暮らしたこともあった。母親によってカラー映画を見ることを禁じられ、地元の名画座でサイレント映画やモノクロ映画を見て育ち、特にチャップリンの映画を気に入っていた。ハンプシャー大学やロンドンの王立演劇学校で演技を学んだほか、1992年にはイエール大学演劇大学院で修士号を取得している。 元々は劇作家志望であったが、指導教官により俳優になることを勧められた。1993年にインザサマーハウスでブロードウェイデビュー。1994年にミックスナッツイブに会えたらで映画デビュー。スクリームシリーズで注目を集める。舞台俳優として知られており、テンペスト、マクベスなど、シェイクスピア劇への出演も多い。2005年に、 舞台、グレン・ギャリー・グレン・ロスで、トニー賞演劇助演男優賞を受賞している。ステージコンバットコリオグラファーのライセンスを持つ。ドキュメンタリー映画のナレーションやコマーシャルで声の出演をすることも多い。エミー賞ナレーション部門に2017年から3年連続でノミネートされている。2005年には、イライ・ジャウッド主演の映画、僕の大事なコレクションで監督デビューを果たした。 2013から放送のドラマ、例、ドノバン・ザ・フィクサーでは、ゴールデングローブ賞団優勝に第71回から、第75回の5年連続ノミネート。2015年、スポットライト世紀のスクープで、第9回デトロイト映画批評家協会賞、助演団優勝を受賞。同作では同賞、他数々の批評家協会賞などで、アンサンブル演技賞も受賞している。 パートナーのナオミ・ワッツと過去に女優のクリスティン・デイビスやモデルのケイト・ドライバーと交際。2005年から女優のナオミ・ワッツと交際しており、2007年7月25日に長男が2008年12月14日に次男が誕生している。2016年9月11年にわたる交際に終止符を打ったと報じられた。ありがとうございます。